アルチーデデガスペリは、イタリアの政治家、国家元首代公、イタリア王国首相、イタリア共和国首相、外相、内相、欧州石炭鉄鋼共同体共同総会議長を、歴任した。キリスト教民主主義の創設者、1945年から1953年に、かけて8つの連立政権で首相を務めた。首相在任は7年8ヶ月に及び、 これは戦後イタリアにおいて、連続在任では1位、通算在任でも第2位の記録となっている。また、フランスのロベール・シューマン、西ドイツのコンラート・アデナウアーらと並んで、欧州連合の父の一人に数えられている。オーストリア・ハンガリー帝国領チロール地方のピエーベ、テジーノに生まれる。父は、地元の警察官で、経済的には、あまり豊かではなかった。 1896年以降、デガスペリは社会的キリスト教運動に加わる。1900年、デガスペリはウィーン大学の文学、哲学部に進み、そこでキリスト教学生運動立ち上げの中心的な役割を果たす。またこの頃、デガスペリは1891年にレオ13世が発表した会直レールム・ノバールムに大きな影響を受ける。 1904年、デガスペリはあるイタリアの大学を支持する学生デモ活動に積極的に参加していた。インスブルックにおいてイタリアの大学の法学部が開設される際にデガスペリは20日の間身柄を拘束されていた。1905年、デガスペリは哲学の学位を取得した。1905年、デガスペリはラボーチェコ通り歌詞の編集として就職する。 同志は1906年にイル・トレンティーノとなり、デガスペリは引き続きイル・トレンティーノで編集となる。イル・トレンティーノにおいてデガスペーリはベルシュティロルにおける文化的自治を支持し、またトレンティーノでのイタリア文化の保護、チロルにおけるドイツの急進的民族主義者によるゲルマン化計画に反対する立場を取った。しかしデガスペーリはトレンティーノが オーストリア・ハンガリーに属するべきかどうかということについては疑問を持つことはなく、住民投票を実施すれば90%のトレンティーノの住民が帝国に泊まることを選択するだろうと主張した。1911年、デガスペーリはトレンティーノ大修正児同盟に属してオーストリア帝国議会の議員となり、その後の6年間の任期を務めた。 第一次世界大戦中はウィーンに滞在し、戦争に対しては中立の立場を保った。デガスペリは戦後自らの故郷がイタリア領となったことにより、イタリアの市民権を得ることになった。1919年、デガスペリはルイジ・ストルツォと共にイタリア人民党の創設に加わった。デガスペリは1921年から1924年に、 かけて、ファシズムが台頭する、この時期に、イタリア議会の議員となる。当初デガスペリは1922年10月のベニート・ムッソリーニ政権発足時において、人民党の政権参加を支持していた。ムッソリーニの体制が強化されるにつれ、デガスペリは、行政権とアチェルボ法による、選挙制度といった憲法に関わる変更をめぐって、ファシストとの間で亀裂を生じた。 そしてファシストが合法的な政党に対して迫害を加え、それにより、ジャコもマッテオティ殺害に至ったことで、デガスペリは、ファシストと他元を分かつことになる。この結果、人民党は分裂することになり、1924年5月になると、デガスペリは反ファシスト派の代表となる。1926年11月、ファシストからの明らさまな暴挙、脅迫が頂点に達し、 人民党は解散を命じられた。1927年3月、デガスペリは逮捕され、4年間の投獄が命じられた。この時教皇庁はデガスペリの釈放を求めた。投獄されてからの1年半の間にデガスペリは体調を崩した。1928年7月に釈放されるが、デガスペリは職を持つことができず、経済的に困難な状況に陥るが、 1929年には、教会との関係を頼って、バチカン図書館で、目録制作員の職を得ることができ、その後1943年7月の、ファシズム体制崩壊までの14年間、バチカン図書館で働くことになった。第二次世界大戦中、デガスペーリは、大衆党のイデオロギーを引き継ぐ政党、キリスト教民主主義の創設に参加した。ただし、同党は、 当時、非合法政党とされた。1943年1月に、デガスペーリは、党の高領であるイデリカストラタブを発表した。イタリアが、第二次世界大戦において連合国に降伏し、ベニートム・ストリーニが、ドイツ軍の手を借りて北部に逃亡した。翌年の1944年に、デガスペーリは、党の初代党首に就任する。さらに6月に、ローマが、 連合国軍に占領されピエトロ・バドリオが政権を退いたことにより、デガスペリは当初は無任所大臣、その後外相に就任する。しかしその後1945年に至るまで、イタリアは北部がドイツ軍に占領されていたままであった。デガスペリはキリスト教民主主義において圧倒的な存在となり、また同党はその後の10年間において議会の最大政党となる。 デガスペリの党の運営は、ほぼ完全なものと見られていたが、デガスペリ自身は、社会改革や外交政策において様々な勢力や、利害の均衡、特に、バチカンとの関係には、細かな配慮することが求められた。1945年12月、デガスペリは、イタリア共産党、イタリア社会党と連立を組んで首相に就任する。 この時共産党党首パルミーロ・トリアッティが副首相に就く。デガスペリーは連合国による対イタリア講和条約の条件緩和を試み、また共産党は反対したがマーシャルプランによる財政・経済支援を確保した。1945年から1953年にかけてデガスペリーはキリスト教民主主義を中心とした8期連続の政権で首相を務めた。 7年8ヶ月という在任期間は、連続したものとしては戦後イタリアで最長となっている。デガスペリの首相在任中、1946年のイタリア共和制移行、1947年の講和条約調印、1949年の北大西洋条約機構加盟、そしてアメリカ合衆国との同盟締結は、マーシャルプランによるイタリア経済の復興につながっていった。 また同年、イタリアは欧州石炭鉄鋼共同体に加盟し、同共同体は後に欧州連合へと発展していった。1946年6月に王政維持か共和制移行かを決める国民投票が行われ、共和制移行が54%を占める結果となった。パリでの第二次世界大戦講和会議に出席するイタリア代表団の長として、 デガスペリは連合国からイタリアの主権を保障する情報を得た。1947年のパリ条約により、イタリア東部の国境地帯がユーゴスラビアに割上され、またトリエステは自由地域として、イギリス・アメリカとユーゴスラビアとの間で分割されることになった。デガスペリの外交政策で最も特筆される成果は、1946年9月のオーストリアとの間で結んだ。 グルーバーイコールデガスペリ協定であり、同協定はデガスペリの出身地である南チロルを自治地域とすることを定めたものである。デガスペリはアメリカから強い支持を受けていた。アメリカはデガスペリが押し寄せる共産主義の波、特に西ヨーロッパの民主主義国で最大の共産主義政党であるイタリア共産党に対抗することができる人物であると見ていた。 1947年にデガスペーリはアメリカを訪問する。この訪米の最大の目的は停滞していた、対イ,イタリア講和条約に盛り込まれる条件の緩和と迅速な経済支援を得10日間にわたったデガスペーリの訪米は、タイム氏のオーナーであるヘンリー・ルースと、その妻で後に中老をまたいしとなるクレア・ルースが調整したものだったが、そのためもあって、 アメリカのメディアはおおむねデガスペリに対して好意的なものが目立ち、このメディアにおける勝利が、この訪米の成功の鍵となった。アメリカでデガスペリは、財政的には決して巨額とは言えないが、政治的には大きな意味を持つ1億ドルの経済支援を確保することができた。デガスペリはこれについて、イタリア世論はこの経済支援を、 アメリカのデガスペリ政権に対する信任の現れと捉えるだろうを表明した。また東西に分裂した欧州の対立が色濃くなり始めていた当時にあって共産党とは一線を画すデガスペリ政権の立場を強調することにもなると説明している。さらにデガスペリは帰国の際にアメリカの外交政策が相場ソビエトの影響を欧州から排除する。 方向へと転換するという情報を入手すると、帰国後の5月には、共産党と、左派社会党との連立解消に踏み切った。この訪米の成功とその後の政権運営は、イタリア国内でもデガスペリの評価を高めることに、繋がった。ボローニャで演説するデガスペリ1948年4月の総選挙は、ソビエト連邦とアメリカとの間での冷戦という、 状況が大きな影響を与えるものとなった。ソビエトに影響を受けた1948年2月のチェコスロバキアでの共産党によるクーデターの後、アメリカはソビエトの意図を警戒し、また、イタリアでの総選挙でサハ連合が勝利することになれば、ソビエトの支援を受けるイタリア共産党により、イタリアがソビエト連邦の影響下に引き込まれることになるということを恐れた。 選挙運動はイタリア史上類を見ないほどの論戦と熱狂を伴うものとなった。イタリアのカトリック教会は共産系候補に投票しないよう強く働きかけた。また、キリスト教民主主義のプロパガンダでは共産主義国では子供が親を刑務所に送る。共産主義国では子供は国家によって所有される。共産主義国では国民が 自分の子供を食べると繰り広げたり、また左派が政権を取れば、イタリアに災難が降りかかるといった論調を展開したりした。アメリカでは、国民民主戦線などの共産主義が勝利することを阻止するための選挙運動が展開された。イタリア系アメリカ人には、イタリア国内にいる親族に対して、手紙を書くことが奨励された。イタリア系アメリカ人の人気歌手であるフランク・シナトラは、 ラジオ局、ボイス・オブ・アメリカの番組にも登場した。中央情報局は、国家安全保障局と、大統領トルーマンの同意の下で、反共産主義候補に非合法的な協力を行っていた。さらに、ジョセフ・ P ・ケネディとクレア・ブース・ルースは、キリスト教民主主義のために200万 us ドルを集める支援を行った。 タイム氏は選挙活動を支持し、1948年4月19日には、表紙にデガスペリを載せ、特集記事を掲載した。なおデガスペリは、総選挙期間中である1953年5月25日のものに、再び表紙に登場し、詳細な経歴が掲載されている。もちろん、ソビエト連邦は、イタリア共産党をはじめとする、左派候補のために合法。 非合法を問わず様々な支援を行ったが、イタリア人移民が多いアメリカによるキリスト教民主主義に対する支援は、質も規模もソビート連邦のものを上回った。キリスト教民主主義は48%を得票して圧勝した。この得票率は、同等の歴史でも最高のものであり、以降この記録は塗り替えられることはなかった。一方で、 共産主義系は1946年の選挙での得票の半分にとどまった。キリスト教民主主義は議席の過半数を獲得し、デガスペーリは新たな中道右派政権を形成した。その後の5年間、デガスペーリはイタリアの首相に在任することになる。ニューヨークタイムズの特派員、アンマ・コーミックは、デガスペーリの政策は忍耐のあるものだ。 彼は前途に取り組まなければならない爆発しそうな。サンドレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂にある墓所1952年、党はデガスペリの政府と党における立場を圧倒的に支持していた。ところが、この支持はデガスペリの凋落の始まりでもあった。党内で現れ始めた、左派勢力はデガスペリに対して批判を展開し出したのである。デガスペリが、社会、 経済改革に対する慎重な姿勢を取ったこと、改革論議を抑圧していたこと、等よりも政府の利益を優先させたことがやり玉に挙げられた。1953年の総選挙でキリスト教民主主義が過半数を獲得できず、デガスペーリは自らの政策を実現できる政権を構築することができなくなり、首相を退くことを余儀なくされた。翌年には、 遠日の座をも明け渡すことになった。その2ヶ月後の1954年8月19日、デガスペリは、故郷トレンティーノのセッラディ、バルスガーナで、その生涯を終えた。遺体は、ローマのサンドレンツォフオーリレムーラ大聖堂に、葬られた。その後1993年にデガスペリの列服の、手続きが開始された。デガスペリに秘書として使え、 後に首相となったジュリオ・アンドレオッティはデガスペリについて、泥沼となるような闘争を嫌っていた。彼は、私たちに妥協点を模索することや調停することを、教えてくれたと述べている。西ドイツで発行された、アデナウアー死去一周年の記念切手た左から、チャーチル、デガスペリ、シューマンデガスペリは、欧州連合創設の父の一人に数えられることがある。 ヨーロッパの統合が動き出した頃からデーガスペリ、ロベール・シューマン、コンラート・アデナウアーは定期的に会談していた。デガスペリは欧州評議会創設を促しヨーロッパの統合過程の先駆けで1952年に発足することとなる欧州石炭鉄鋼共同体の創設を謳ったシューマンの構想を支持した。1954年には欧州石炭鉄鋼共同体の 共同総会議長に指名され、また実現には至らなかったものの、デガスペーリは、欧州防衛共同体構想の発展に寄与していた。1952年、デガスペーリは、ドイツのアーヘン氏が、ヨーロッパの理念と平和に貢献した人物に贈る、カール大帝賞を授与された。ありがとうございます。